平野翔のユーモアセンスや、岸優太の真摯な態度、そして神宮寺優太の繊細な感性が、全体としてのパフォーマンスに多様な色合いを加え、それが観客の心に響いているのです。ナンバーアンダーライン愛の物語は、エンターテインメント業界において一つの奇跡として語り継がれることでしょう。平野翔、岩優太、そして神宮寺優太という三人の若者が、 彼らの得意な才能と情熱で新しい時代を切り開き、ファンの心をつかんで離さない存在へと成長しました。彼らの奇跡は、単なるアイドルユニットの成功物語を超え、一つの文化的現象へと進化しつつあります。ナンバーアンダーライン愛が形成されるまでの道のりは、決して平坦なものではありませんでした。それぞれが異なる背景と経験を持ち寄り、互いの個性を尊重しながらも、 一つのチームとしてのアイデンティティを模索する過程は、数多くの試練と挑戦に満ちていました。彼らが直面した困難や葛藤は、他のアーティストたちが経験するものとは異なり、より深い絆と理解を築き上げるための重要な要素でした。初めての夏フェス出演は、その象徴的な瞬間の一つです。国内初となるフェスティバルでのパフォーマンスは、彼らにとってもファンにとっても忘れられない体験となりました。 会場は超満員で、彼らの登場とともに大歓声が沸き起こり、これまでに見たことのないような新規の反応が続々と寄せられました。ファンの多くが彼らのビジュアルや歌唱力、そしてステージ上での圧倒的なパフォーマンスに熱狂し、SNS 上にはその感動が次々とシェアされ、瞬く間にトレンドとなりました。興味深いのは、男性ファンの増加です。これまでアイドルグループといえば、 女性ファンの支持が圧倒的でしたが、ナンバーアンダーライン愛はその枠を超え、男女問わず幅広い層から支持を受けるようになりました。この現象は何を意味するのでしょうかそれは彼らが提供するエンターテインメントが、単なるアイドルという枠に収まらない、普遍的な魅力を持っていることを示唆しています。平野翔のユーモアセンスや、岸優太の真摯な態度、そして神宮寺優太の繊細な感性が、 全体としてのパフォーマンスに多様な色合いを加え、それが観客の心に響いているのです。彼らのパフォーマンスは、単なるエンターテインメントにとどまらず、一種の社会現象としての広がりを見せています。フェスの観客層には、普段はアイドルに興味を持たない層も多く含まれており、彼らのステージはそうした新たなファン層も引きつける力を持っていました。特に印象的だったのは、奥さんに連れられてフェスに来た男性が、 後ろの方で荷物を持っていたにもかかわらず、ナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスに、おおと声を上げていたというエピソードです。これこそが、彼らの音楽とパフォーマンスが世代や性別を超えて多くの人々に受け入れられ、共感を呼び起こしている証拠です。彼らの成功の背後には、努力と創意工夫があります。彼らは常に新しい挑戦を求め、進化し続ける姿勢を持っています。 NHK ミュージックエキスポでの収録もその一例で、他の出演グループとは一線を画す独特のパフォーマンスで会場を魅了しました。その結果、番組全体が盛り上がりを見せ、他のグループのファンからも多くの歓声を浴びました。このようにして、彼らは徐々にその存在感を増し、着実に新しいファン層を取り込んでいったのです。ナンンバーアンダーアダインアイがロッキンフェスで披露したセットリストは、 観客のの心を揺さぶるものでした彼らのパフォーマンスが持つかっこよさ、そして MC の際のわちゃわちゃ感が、新規のファン層にも響き、会場を一体にしました。このかっこよさとわちゃわちゃ感という二面性こそが、彼らの魅力の核であり、それが多くの人々に伝わったことは非常に喜ばしいことです。夏フェスという一大イベントを成功裏に収めたことで、 ナンバーアンダーライン愛の3人は自信を深めたに違いありません。彼らがこれからどのような道を歩んでいくのか、その未来に期待が高まります。次に控えるのはサマソニで、またさらに進化したナンバーアンダーライン愛が見られることでしょう。ファンたちは彼らの成長と新たな挑戦に期待を寄せています。このようにして、ナンバーアンダーライン愛はその存在感を国内外に広め続けています。 彼らのミニアルバムは多くの人々に受け入れられ、日本のみならず世界中で話題となり、トレンド1位を獲得しました。これもまた、彼らの努力とファンの支持が生み出した成果です。興味深いのは、ナンバーアンダーライン愛の成功が単なる一時的なものではなく、持続可能な成長を見せている点です。彼らはその魅力を維持しつつも、常に新しい試みを続け、 観客の期待を超えるパフォーマンスを提供しています。これが彼らの強みであり、今後も多くの人々に愛され続ける理由でしょう。ナンバーアンダーライン愛の魅力を探る際に欠かせないのは、彼らの個々のキャラクターと、それがグループとしてどのように融合しているかです。平野翔のカリスマ性と、舞台上での圧倒的な存在感は、観客を引き込む力そのものです。彼の動き一つ一つが観客の視線を奪い、 彼が「発すする言葉や表情情には真摯さと情熱ががれています彼が今日は化粧落とした人勝ち」というユーモアに富んだ発言をすると会場全体が笑顔に包まれ観客と一体になる瞬間が生まれます。これは彼が単なるパフォーマーではなく観客とのコミュニケーションを大切にしている証しでもあります。一方で岸優太はその真褒めさと誠実さでファンを魅了します。 彼の努力かぶりは、彼のパフォーマンスやインタビューの中でも垣間見ることができ、ファンは彼の成長を共に喜びます。彼の存在は、グループ全体のバランスを保つ重要な要素であり、ナンバーアンダーライン愛が一つのチームとして機能するための基盤とも言えます。彼の優しさや気配りは、他のメンバーやスタッフ、そしてファンにも伝わり、それが彼の人気を支える一因となっています。そして、神宮寺雄太は、 その繊細さと感性でグループに深みを与えています。彼の歌声には柔らかさと力強さが共存し、彼のパフォーマンスには一貫して美しさが漂っています。彼のクリエイティブな才能は、グループの音楽やビジュアル面にも反映されており、その独自性が彼らのパフォーマンスを一層引き立てています。彼の存在があることで、ナンバーアンダーライン愛はより多様な表現を可能にし、 観客に新ししいい驚きと感動を提供しているのですこの3人が織りなすシナジーは他のアイドルグループにはない特別なものでありこれこそがナンバーアンダーライン愛の魅力の核心です彼らはそれぞれが個性豊かな存在でありながら互いに補完し合うことでより大きな力を発揮していますこのチームワークの良さは観客にも伝わり彼らのパフォーマンスをより一層魅力的なものにしているのです さらに、彼らの音楽とパフォーマンスが持つ力は単なるエンターテインメントにとどまらず時には社会的なメッセージを含むこともあります。例えば彼らの楽曲には若者たちが抱える不安や希望を表現したものも多くそれが共感を呼んでいます。彼らが歌う歌詞やメッセージは多くの人々に勇気や元気を与え彼らの音楽がただ楽しむためのものではなく心に響く何かを持っていることを示しています。 こうしたメッセージ性は、特に若い世代に強く訴えかけています。彼らは自分たちのアイドルが単に、アイドルである以上に、自分たちの思いや悩みに寄り添ってくれる存在であることを感じています。そのため、ナンバーアンダーライン愛のファン層は次第に広がり、単なる音楽ファンにとどまらず、彼らの生き方や価値観に共感する人々が増えてきています。また、彼らの活動が注目されるもう一つの理由は、 彼らが常にに新ししいいことに挑戦し続けている点です例えば、フェスティバルや大型コンサートに積極的に参加し、他のジャンルのアーティストとの共演を通じて新たな可能性を探っています。これにより、彼らはファンに対して新しい体験を提供し続けることができ、その結果、彼らのパフォーマンスは常に新鮮で刺激的なものとなっています。彼らが挑戦する姿勢は、単なる自己満足にとどまらず、 ファンや観客に対する、期待に依頼たいという強い意志の表れでもあります。このような姿勢が、彼らの人気を支え、さらに多くの人々に支持される理由となっているのです。そして、これからのナンバーアンダーライン愛に期待されるのは、さらなる進化と挑戦です。彼らがどのようにしてその魅力を維持しつつ、新しいファンを獲得していくのか、その戦略と努力が問われる時が来るでしょう。特に、 国際的な展開や他のアーティストとのコラボレーションなど、彼らの次なるステップがどのような形で現れるのか、ファンは興味津々です。国際的な成功を目指すにあたって、言語や文化の壁をどう乗り越えていくかという課題もありますが、彼らの持つ普遍的な魅力と努力によって、それを克服できると信じています。彼らの音楽やパフォーマンスが、世界中の人々に受け入れられ、多くの人々に感動を与える瞬間を、 私たちは期待待して待つことができます最後に、彼らがこれからのキャリアを通じて、どのようなメッセージを発信していくのか、そしてそのメッセージがどのように多くの人々に受け入れられていくのかを見守りたいと思います。彼らの物語はまだ始まったばかりであり、これからも私たちは彼らの成長と成功を見届けることができるでしょう。ナンバーアンダーライン愛の未来は明るい。 彼らがこれからの音楽業界にどのような影響を与えていくのか、その進化の過程を共に見守り、応援していきましょう。そして、彼らが発信するメッセージを受け止め、自分自身の人生にも生かしていくことができれば、彼らの存在はさらに意味を持つものとなるはずです。これからも、彼らの歩む道を楽しみにしながら、私たちもその度に共に参加していきたいと思います。ナンンバーアンダーアダライン愛の未来は、 明るく輝かしいいものに違いありません彼らはこれからもさまざまな場所でパフォーマンスを行い、より多くの人々にその魅力を届けていくことでしょう。そして、その過程で彼ら自身も成長し続け、新たなステージへと進んでいくはずです。最後に、読者の皆さんに問いかけたいことがあります。ナンバーアンダーライン愛がこれまでに築き上げてきた成功の背後には、どのような要因があったのでしょうか。また、 彼らが次に挑戦するべきことは何でしょうか。彼らのパフォーマンスが世代や性別を超えて支持されている背景にはどのようなメッセージが込められているのでしょうか。これからも彼らの活動を見守りながらその答えを一緒に探っていきましょう。